Peggy 12. このウォーターセブンも前のアラバスタと同じように現実の世界と全く同じじゃないのよね。俺たちここで何をすればいいんだ？まずはガレーラに行きましょう。着いたわ。ガレーラカンパニーよ。ここは何？造船所だ。ここで船を作ってる。ここで船を作るの？アディオの家より大きな船ができそうね。お、うまそうな匂いがすんな。ばあさん、鳩のやつはどこだ？教えてくれ。誰がばあさんじゃ。ばあさんじゃった。あたしゃ忙しいんだ。後にしておくれ。おばあさんに聞きたいことがあるんだけど、相手にしてもらえないのよ。どうしたらいい？そうは言われてもどうにもできないよ。せめてユカとニーナが来るまで待ちな。誰なの？そのユカとニーナって。ああ、この食堂の看板娘だよ。あの子たちが来ればハツさんも少しは手が空くだろうさ。見つかったか？いや、あいつはマネマネの実の能力者だ。マネマネの実の能力者って確かボンちゃん。はあ、ムーギチワー。ボンちゃんには何度も助けてもらってるから、今度は俺が助けてんだ。ズガーン、ムーギチワー。とにかくこれで解決だな。暗いわね。それになんだか変な匂い。あんまり長居はしたくない場所ね。フランキーのやつは本当にこんなところにいるのか？いてもおかしくはねえな。お、上に輪っかがあるな。また水位が下がったぞ。はあ、いちいち面倒ね。もう終わりだといいんだけど。左を見て。通路を何か大きいのが塞いでいるわ。てめえらが僕にたちを可愛がってくれたってな。フランキーはこんなやつだったのか？ここに現れたのか。ロングリングロングランドで会えると思ってたんだがね。お前はハトのやつ。ウソップ！ランキー！アイスのおっさん、エニエスロビーに来て手伝ってくれ。アクアラグナを超える手段がたった一つだけやる。ちょっと、前はあんなのいなかったわよ。
脚ネジ白人六式奥義六王冠あんたたち行くわよよっしゃー、うん